ナルトは大日本帝国海軍の特務艦で、インコ型給油艦の3番艦。艦名はナルト海峡にちなんで名付けられた。ナルトはナルトの小表記である。大正12年度艦艇補充計画により、横須賀海軍交渉で1924年10月30日に竣工し、横須賀鎮守府石となる。しかし、 収益後まもない1926年2月1日には、早くも第4予備特務官となり、横須賀軍港で浮きタンクとして活用される。1927年5月1日付で、再収益し、武装装備等の工事終了後6月30日に、神田島に到着して、国民党の北伐や三島出兵、南京事件などで混乱する中華民国に対する警戒に当たっていた、 県外艦隊への支援を行った。この支援活動では、本来の給油艦としての活動のほか、給油家艦としての活動や観光への海軍陸戦隊の輸送なども行った。平時においては、石油輸入に従事した。1940年11月15日付で、連合艦隊付属となる。1941年11月18日に、クレを出港し、 ジャルート干渉に進出する。ジャルートとクエゼリン干渉で補給活動を行った後、12月28日に柱島白地に帰投した。1942年1月から3月にかけては、フィリピン、ボルネオ島方面で行動し、5月27日には柱島を出撃してミッドウェイ海戦に参加する。6月20日に、 柱島に帰島後クレ海軍交渉で修理を行い、修理後は9月1日にショートランドに到着して、ソロモン諸島海域で行動する。ショートランド在泊中には、連日のように爆撃を受け、11月12日には爆撃により損傷する。クレでの修理の後は再び南方に進出し、1943年1月17日にラバウルに到着後は、 補給任務に専念、いつしか重油タンク代用として活用されるようになった。南東方面艦隊指揮下の駆逐艦や潜水艦に対する燃料供給源となったが、1944年1月14日の空襲により大破格座すると、重油タンクとしての活用も困難となり、駆逐艦や潜水艦はラバウルを捨ててトラック諸島を 補給基地として活動することとなった。大破格座後、固定係流の上対空戦闘の従事したが、3月15日に至って総員退却の上放棄されることとなった。4月30日に除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。福井静図を日本補助官邸物語三つ一社、1993年。 ISBN4-769806582 ありがとうございます。